メボソムシクイは、長光スズメモクムシクイカムシクイ属に分類される、蝶類。日本で繁殖し、冬季になると、中華人民共和国、台湾、フィリピンで越冬し、インドネシアでも越冬していると考えられている。模式標本の産地は、アモイサイ諸列服よりも、第重諸列カザキリの方が長い。第重諸列カザキリの形状及び先端は丸みを帯びる傾向がある。 小虫食い、大虫食いと比較して、おはや翼長が長く、黄色みが強い。以前は種 P ボレアリス及びその亜種 PB ザンソドレアスの亜名がメボソムシ食いとされていた。2011年に P ボレアリスを、形態、鳴き声ミトコンドリア DNA シトクロム BND2 の分子系統推定から本種 P ボレアリス P クサミネンディスの3種に分割する説が提唱され、 2012年にピーボレアリスの和名を、コムシクイピークサミネンディスの和名を、オウムシクイとする説が提唱された。本種はコムシクイオウムシクイの系統とは、先進予行期の250万年前に分岐したと推定されている。カブトムシメ、ソウシメ、ハンシメ、リンシメの昆虫及びその幼虫、クモなどを食べるが、周期には果実も食べる。繁殖形態は卵生。 婚姻様式は、一夫一妻とされるが、一夫多妻である、可能性を指摘する説もある。日本では、標高1500の2500メートルの、大白びそこめつがなどからなる、赤黄山神葉樹林帯や、岳マツミヤマハンの木などからなる鉱山帯で、繁殖する。繁殖期には、オスは縄張りを形成する。さえずりは4音節で、 日本では5月下旬から10月上旬の長期間に渡りさえずる。オスは翼やお葉を上下に動かして求愛し、苔や小枝を加えて、メスに対して投げる行動も報告されている。茂み、木やササ類の根元、堆積した落ち枝の隙間などに苔などを組み合わせ、側面に入り口のある休憩の巣を作り、散々に根状禁止た葉や細根、重毛などを敷く。 4から5個の卵を産む。メスの実が放卵し、放卵期間は12から13日。ヒナは孵化してから13から14日で巣立つ。筒取りにたく卵されることもある。さえずりを日本語に置き換えた表現として、セントリ、セントリがある。分布が非常に広く生息数も安定していると考えられているため、種としての絶滅の恐れは低いと考えられている。 ありがとうございます。